2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になって、なってですね、世界バイナリーオプションスペシャリストになった半前川先生です。現在ズルトレーダーは AFX 統一となっています。今回ですね、BT のバイナリーオプションでですね、アドレスの自動設定ですね、これをやろうと今試験しているんですけれども、まだね、あのハイアンドローは許可取れて、利用できてるんですけども、ビットバイナリーオプションの方はですね、まだ質問が取らないんですよね。で、まだしてないというかね。で、質問をしようとしますとですね、こういうことをやって言ってくんですよ。業者が、女の人が担当してるんですけれども、バックに男の人がいるんですね。稼ぎ方教えなければ何でも許可しないよっていうことを言ってくんですよ、頭までね。もう汚いわ、まあどこでも人間そうなんだけど、そういうことで、あと前のねバグなんですけど、BT のバイナリーオプションのですね、取引ソフトですね、これでね、裏側にダイアログが表示されましてね、買い売りできないと、それで停止してしまうというバグ、これもね、同じことだったんですね。だから質問できない状態で、頭でね、稼ぎ方を教えなければ教えないよとかね、そういうことで聞かないっていうようなことね、そういうふうな、また口座閉鎖するぞって稼ぎ方を教えなければって、そういう汚い頭で来たんですよね。で、今回もそういう問題で、処理がね、利用の方法でね、間違いなく投資するということでね、まだ処理が終わってないんで、今また今度許可取れてるハイアンドローに戻りました。で、こんなことを他の人は聞いてないと、聞かないでやれるのかということもありますしね、バグの件もありますしね、ソフトの通りね。だからこれ私が対応ちょっとしてると、口座突っかかってくるんで、私の場合ね、スペシャリストなんでね、裏で脅してくるわけですよ。金をよこせとかいう仕事ね、かかりましたかね。だから LBUSD、ちょっと試験中ですね。これデモですね。で、下に、まあ、そういうことで今手間取っております。今デモですね。デモで3台ハイアンドローに戻ってね、これ試験でねやってます。これ自動売買ですけども、デモなんでね、ライブは禁止です。守ってください。そういうことで今処理してますので、よろしくお願いします。こちらもデモでやってますね。